川崎重工が電磁式カタパルト動力源として大容量電池を提案しているとの情報をキャッチしました。今回は日本の空母事情とこの川崎重工が開発した電磁式カタパルト用大容量電池を詳しく見ていきますね。空母建造計画あるのかな？護衛艦ヤマト誕生かも。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて、DSEI Japan 2023という展示会が開催され、日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示された。この DSEI Japan という名称の展示会は、2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったものだ。DSEI Japan 2023には、開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているが、これらの企業は、直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていた。ただし、参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本が、こうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えない。そもそも DSEI Japan の会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に重視している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっている。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えない。さて、そんな今回の DSEI Japan 2023だが、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろう。日本においてそれは三菱重工業者、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らが、そうした参加企業の代表格である。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI Japan 2023においても、その中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していた。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれている、アメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2号、その先の世代だと認識された機体は、まだ、どこにもなく、その定義も曖昧だが、キャッチフレーズには使用されている。さて、そんな GCAP、グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI Japan 2023では、川崎重工業者が、かなり変わった展示を行っており、一部では、そのパネル展示が、非常に、大きな話題ともなった。ここで、川崎重工業者が、パネル展示を行ったのは、傘下の同社のグループ企業で、バイクやジェットスキー等を手掛けていることで、著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の、新たな用途についてである。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は、
製品名をギガセルと称するが、今回、川崎重工業者は DSEI ジャパン2023において、その用途として航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示した。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みである。また、距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより、多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されている。実際には、この2023年3月において、カタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻と、ジェラルド・R・フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴーレの合計12隻のみである。このうち、最新鋭のジェラルド・ R・フォードは、電磁式カタパルトを装備しているが、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは、すべて蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールも、アメリカからの技術供与されたものだ。蒸気式のカタパルトは、未だ、アメリカ海軍の主力である、10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも、中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では、非常に完成度が高いことは、言うまでもない。しかし、アメリカ海軍は、こうした伝統と信頼性を誇る、蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって、微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・ R・フォードに搭載した。ただし、2017年に就役を迎えた、ジェラルド・ R・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ、初めて導入された新機軸の装備が、他にも多数あったことも影響し、事実上は、2022年までの5年間は、実稼働状態とは言えなかった。それほどまでに、他のアメリカ海軍で、すらも、実用化に、時間を必要とした、電磁式のカタパルトだが、中国海軍は、2022年6月に進水させた、同海軍3隻目の航空母艦の、福建にそれを装備すると、世界に向けて喧伝している。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる、中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている、福建のテストの進捗を見てからでないと、何と言い難いように思える。ちなみに、中国は、こうした、福建のような航空母艦に限らず、今後は、航空機を、運用可能な強襲揚陸艦等にも、カタパルトの搭載を推進していく方向だと見さされており、福建のテストは、それらにも、大きく影響を及ぼすだろう。それは、今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に、無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりも、はるかに軽量な無人機の艦載機化と、その運用を占う、ものとなるのかもしれない。さてアメリカ海軍の、ジェラルド・ R・ フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によって、ゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしては、エマルスと呼称されている。この電磁式のカタパルト、エマルスは、主として、4つの要素を持つシステムで構成されており、それは、モーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でも、
バッテリーにはフライホイール形式が採用されている。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられている。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは、無論蓄電池に該当する製品であるが、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量で、かつ高速の密流放電に対応し、環境にも優しいとされている。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平洋型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池は、これに対し、大きく重く密流放電時間も長いが、非常に低コストだと考えられる。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだが、運用上で密流放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りえるのかは少し疑問にも思える。日本はもちろん、世界各国で通常動力型潜水艦にリチウムイオン電池を採用する艦艇が増えてきました。今回は海上自衛隊ですでに搭載されている燃料電池について見ていきたいと思います。もちろん、リチウムイオン電池の先輩にあたるスターリングエンジンも優秀でした。と言っても、時代の趨勢、趨勢でよりパワーアップした製品が求められるのは当然でしょう。結果として誕生したのがリチウムイオン電池です。電気自動車などで利用率が高まっている水素エンジンも今後はどうなるか、ひょっとしたら搭載されるかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦白鯨波中期防衛力整備計画26中期防に基づく2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として計画されました。2019年1月25日、川崎重工業神戸工場で起工、2年後の2021年10月14日同工場において、命名式、進水式を終わりました。日本も毎年最新鋭潜水艦が次々と就役しているようですね。前述の通り、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池が搭載された理由について深掘りしていく予定ですが、他の様々な次世代電池も採用予定だったのかについても探っていきたいと思います。国防の一翼を担う海上自衛隊潜水艦には謎はたくさんあります。まず艦隊に使われている合材から推理すると、結構深く海中に潜れるのでないかと思われるのですが、実際は機密情報ですから、勝手な想像の域を出ませんね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは最初から非公表です。何度も言うように、最高機密ですから、力は推測するしかありません。通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている海自潜水艦について、推定されているデータを紹介していきましょう。
2021年9月時点で海自最新鋭とされている潜水艦は大鯨型です。大鯨型潜水艦はすでに就役して活動していますが、最新のものは、そう、竜型潜水艦の中でリチウムイオン蓄電池を搭載した11番艦オウリュウ、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と12番艦東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻ということです。ちなみに、そう、竜型潜水艦のサイズですが、全長 84.0M、最大幅 9.1M、水中排水量4200トンという大型通常動力潜水艦です。このシリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していました。しかし、オウリュウ、東流の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、そう、竜型潜水艦の当初計画では、先行中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたのですが、この事実は、あまり知られていないようです。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。一般的に使用されている、乾電池などの二次電池と異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められているのです。防衛省防衛装備庁、旧、技術研究本部は、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池採用を検討していたのですが、使用する水銀が、大量に必要となったため断念しました。水銀は、健康被害や、廃棄などにも、問題がありますからね。そして、酸素、水素型電池の開発に方向転換し、実用化にこぎつけましたが、潜水艦への搭載にあたっては、燃料である、液体酸素の取り扱いが不安視されたのです。こういった経緯から、そう、竜型潜水艦には、AIP であるスターリング機関の搭載が決定されました。その一方、当時の技術研究本部では、同時に、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発にも着手していたそうです。では、リチウムイオン蓄電池のメリットを紹介しましょう。鉛蓄電池の欠点だった、水素ガスの発生がありません。エネルギー密度が2倍以上で、1.5 倍以上の繰り返し満る放電回数を叩き出しています。充電時間も短縮し、放電による電気容量低下も少なく、長時間の効率放電が可能となりました。つまり、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数持っていると言えましょう。開発当初、リチウムイオン蓄電池は、そう、竜型5番艦から搭載する予定だったのですが、大鯨型からの搭載に変更されました。そして、結局は、そう、竜型11番艦オウリュウから搭載されることになったのです。搭載するにあたって、方法が2つ考えられました。一つは、そう、竜型のスターリング AIP 機関を維持したままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。二つ目は、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。二つの方法を検討した結果、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合、コスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというポイントから、すべてを置き換える方法が採用されたのです。潜水艦用にあるような、リチウムイオン蓄電池、採用によって、様々な面で、
高スペックにとなったと思われますが、実はスターリング AIP システム搭載艦と比べると軸馬力が8000馬力から5600馬力に減少しているのです。ですから毛流、頭流は10番艦までと比べると水中での瞬発的な最大速力は20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下してしまったということになるのです。とはいえ、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までは最高出力20ノットになるのがたった5分間ですし、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、毛流、頭流の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びているのです。原潜は半永久的に潜航できますから、比べれば物足りないかもしれません。しかし、人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども、食料補給や乗組員の休養のため、定期的に浮上することは必須条件です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分でしょう。従来まで使っていた、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、フル充電には、シュノーケル航行時間が5から7時間必要と見られますが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電ができるので、2から3時間で可能です。ということは、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されますから、敵から発見されるリスクも軽減しているということになります。実は、潜水艦の最大潜航深度については、最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、そう、流型の潜航深度は、600M から 700M と予測されているようです。さらに、そう、流型艦隊には NS110 鋼材という世界でも最高水準の鋼材が使用されていますから、理論上は 1000M の水圧にも耐えられるはずなので、最大潜航深度は900M までは可能とも推測されているようです。ちなみに、海外の通常動力潜水艦でも、輸出タイプのものは、性能が概略ですが公表されています。最大潜航深度については、ロシアのキロ級潜水艦が 300M 程度、ドイツの209型は 300M、214型でも 400M 程度と記載されています。原子力潜水艦での最大潜航深度は 500M から 700M と推測されますし、アメリカの高性能原子力潜水艦シール普及などは 900M から 1000M と言われているようです。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度は 600M と言われていることから推測しても、そう、流型や次世代の太平洋型潜水艦の最大潜航深度は、原子力潜水艦と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで、自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから。この静粛性についても、海自の潜水艦は世界でもトップクラスです。もちろん、乗組員も任務を厳しく自覚して、敵のソナーマンに音を捕捉されないように静かに行動しているはずです。その点、賑やかな中国の原潜と比べると、乗組員についても、潜水艦自体にしても、スペックははるかに優れていると
断言しても良いという声があるようです。陸上自衛隊ヒトマル式戦車は、一度ロックオンすると、どんな悪路でも狙い撃つ性能を保持、世界が欲していますが、憲法上、輸出は禁止されています。今回は、そんな高性能なヒトマル式戦車を詳しく見ていきますね。でも、クーラーは欲しいところです。陸上自衛隊の第 3.5 世代、第4世代との見方も、主力戦車である、ヒトマル式戦車は、国産戦車として、4代目にあたり、それまでの第3世代主力戦車、旧マル式戦車と、比較して、戦闘力の総合化が図られ、火力、機動力、防護力が、それぞれ向上した上に小型、軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車である。日本本土防衛のために最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に対応可能な機能、性能を有した後継の開発が必要とされており、旧マル式戦車の後継として新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷と火力、防護力、機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていた。そして2002年度、平成14年度から防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁と三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて、主な諸元などが明らかにされた。その後2010年6月14日に、静岡県駿東郡小山町の陸上自衛隊富士学校、富士駐屯地で、ヒトマル式戦車試作車両として、報道関係者に公開、旧マル式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに、同年7月11日に行われた、富士学校、富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて、一般向けに、2両の試作車による走行展示が行われ、この2010年度から陸上自衛隊で調達が開始されている。ヒトマル式戦車の主な諸元は、全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.30 メートル、全備重量約44トン、乗員3名とされ、旧マル式戦車より一回り小さく、74戦車よりやや大きく、喧嘩方式が74戦車と同じく、全天輪が油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74戦車と同様に左右への車体傾斜機能が復活していることが旧マル式戦車との違いである。これまで日本が独自に開発してきた戦車のうち旧マル式戦車については、アメリカと旧ソ連による東西冷戦の影響を受けて、主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の 125mm 砲が搭載されている旧ソ連製の T80 戦車などに対抗するために大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなった。そのため、旧マル式戦車は、日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から、北海道以外では、平時における配備と運用が難しいとされ、ヒトマル式戦車の開発においては、本州、四国、九州など、全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの、戦略上の機動性向上が求められた結果として、
全備重量で約6トンも軽い約44トンとされたのである。74戦車を陸送する際にトランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラによって車体に砲塔を搭載したまま輸送できる。しかし90式戦車の場合は最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば、砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるが、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラでは、車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかった。しかし、10式戦車では、全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで、砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになった。さらに、近年では、全国的に道路交通網が整備され、かつて、6人式戦車が開発された頃に比べると、道路の発展に反比例するように、鉄道は、地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっている。そのため、陸上自衛隊では、74戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は、事実上断念していて、90式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで輸送を実施しようとすると、道路の許容重量によっては、走行できるルートが限られてしまう可能性が大きく、といって舗装道路を長距離自走させた場合には、靴体、キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める可能性が指摘されていたのであるが、10式戦車の設計にあたっては、同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって、舗装道路を自走する際の車体と、路面へのダメージ低減にも成功したのだった。戦車において、日本全国の主要国道に係る橋梁、約19700箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では約 40% 以下とされているが、10式戦車においては、84% の橋梁を渡ることができることから、日本の国土で運用するのに最適な戦車であると評価されている。この軽量の10式戦車に搭載されているエンジンは 1200PS、2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PST で、90式の約 30PS トンと比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等である。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが、2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏洩する恐れなどから実現しなかったとの経緯があった。この高性能なディーゼルエンジンによって、10式戦車は最高速度 70km/h を発揮するが、変速比を常に最適に制御可能な油圧機械式無段階自動変速走行機、プドロメカニカルトランスミッション HMT を採用しているために、更新速度においても最高速度 70km/h を発揮することができ、さらにこの変速走行機によって90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率、高応答化と小型、軽量化が実現され、機動性が大きく向上されている。
1マル式戦車主砲には、これまでの44口径 120mm 滑空砲より、重量が 13% 軽減された、日本製高所製の軽量多加工、厚砲身の44口径 120mm 滑空砲が搭載され、さらに、将来的には、必要に応じて、欧米の第 3.5 世代主力戦車の主砲である、55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されている。また、弾薬の互換性を保持するため、主砲の一部に、西側諸国に、共通のラインメタル社製の 120mmL44 滑空砲と、共通の設計がなされていて、旧マル式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされている。なお、一マル式戦車用の砲弾には、鉄鋼弾の他に、空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより、記念行事や模擬戦闘などで、旧マル式戦車では実施できなかった、空砲射撃が可能となっている。砲弾の装填には、軽量化が図られた、自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって、砲塔後面にある球弾用ハッチから、自動装填装置への球弾を行う。弾薬を砲塔内で保持する機構は、旧マル式戦車ではガツメ型であったが、一マル式戦車では、筒型になっていて、これにより、装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら、戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となった。また、副武装は、砲塔上面の車長用潜望鏡上部に、旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、主砲と同軸に、74射載 7.62mm 機関銃が装備されている。一マル式戦車の装甲には、正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には、結晶粒微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら、軽量化が図られている。そして、一マル式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された C4I システム、コマンド、コントロール、コミュニケーションズ、コムピュタールス、アンド、インテリジェンス、指揮、統制、通信、コンピューター、情報というネットワークシステムで、一マル式戦車ネットワーク、10NW と呼ばれるこのシステムは、個々の戦車内部だけでなく、小隊や中隊単位の一マル式戦車同士は、相互に情報を共有、伝達することが可能で、例えば、指揮官車の各種指示を、全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間において、リアルタイムで射撃データを共有したり、各社の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では、走るコンピューターなどと呼ばれているという。IHI 射精磁気 XF9 の情報をキャッチしました。今回は、この磁気 XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。F3 戦闘機開発は急がれるが、その次の F5 戦闘機開発は、純国産でできそうです。もしかすると、横浜のガンダムが動き出すかもしれませんね。今実験中です。防衛省が2035年に退役開始が予定されている
国産の F2 支援戦闘機の後継機として開発を進めている次期戦闘機は、2018年、平成30年、策定の31中規模で開発が決定され、2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになり、三菱重工業とスバルに、川崎重工業が、機体の開発を担当し、エンジンは、IHI が担当、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステムを、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当するなどして、200人超の体制で、開発が進められていた。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンが、共同開発を進めていた、BAE、システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表した、2023年3月時点で、スウェーデンは不参加。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が、主契約者となって、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになり、イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド SPA とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加することとなった。このプロジェクトによって、2024年頃までに各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始を目標として、2035年に初号機が配備される予定とされている。この次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意していて、共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費については、数千億円もの巨額な経費節減が可能になると見られている。そのエンジン開発の基本となる技術は、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた、将来戦闘航空システム技術構想、FCAS-TI、フューチャー・コンバット・エアー・システム・テクノロジー・イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン、XF9-1 である。ロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作には至っていないが、IHI が独自に開発を進めた XF91 は、純国産のジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入されて、性能試験が実施された。XF91 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求であるが、これは、このエンジンが搭載される次期戦闘機のステルス性能を向上させるために、ミサイルなどの兵装を、機体のウェポンベイに格納することや燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があり、大出力でありながらかつ、スリムでコンパクトなエンジンを搭載することが求められたためである。このコンセプトは、テンペストもまた同様であり、両戦闘機のエンジンに関わる要件は、まだ統一されていないものの、両戦闘機とも、ステルス性能を高めることが求められるほか、大出力とするのは、推力を稼ぐだけではなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきとの考えに基づいている。IHI が提供する XF9-1
のプロトタイプのサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F-100 エンジンとほぼ同じサイズでありながら、推力は最大で15トンを発揮することが試験で確認されていて、これは米空軍の主力戦闘機である第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている同軸プラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力である。また F-119 とのサイズを比較すると F-119 が全長 5.16m、直径が 1.168m であるのに対して、 XF-91 は全長 4.8m、直径 1m であり、いかに XF-91 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっていることがわかる。この XF-91 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間で驚きとして受け止められていて、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF-91 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われている。XF-91 は高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、セラミク、マトリックス、コムポジテス、CMC を使用することでエンジンの軽量化を図った。さらに、タービン部についても CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を用いることによって、少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力を発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテークダクトの流路断面積の低減やダクト長の短縮に貢献している。コア部分には高圧軸としてコンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸がある。そしてその後部にはアフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コア駆動ギアボックスには大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は1800度 C に達するとされ、この1800度 C という温度はニッケル系超合金の融点1400度 C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンにおいては、この温度が高いほど、高性能なエンジンとされ、XF-91 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスと言える。これには、ニッケルコバルト元の国産の4製単造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC、セラミック元複合材料の使用、耐寒強制コーティングが採用されたこと、さらには、ブレードの空気孔による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術の流用が大きく貢献している。XF-91 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用のエンジンは、共にアダプタイブ・サイクル・エンジン、アダプテイブ・サイクル・エンジンであるが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することで、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことで、これによりエンジンの推進効率と燃費の向上が期待され、さらに外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上して、エンジンの熱管理が容易になる。ファン排気流は巡航時にはコアケース外側のダクトを流れ、高速時にはコア内に排気流を導いて推力増加に利用し、外周の複数のダクトはファン出口からの3層目の空気流を流し、推力を得るとともに
エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みだ。また、2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーにおいて、XF9-1 エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中であることが公表されている。XF9-1 においては、2016年度から2020年度まで、水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性の確保などを目的に、水力変更ノズルに関する研究が実施された。この水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンにおいて、飛行中に、噴流の向きを変えて、水力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置であり、垂直離着陸が可能な VTOL 機には必須の装置で、古くはハリアー戦闘機に装着されていて、現在ではアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストーブル機である F-35B、ライトニングに、使われており、この装置の装着が実現すれば、次期戦闘機において F-35 のように、通常離陸型だけでなくストーブル機も開発される可能性を秘めている。ここまでにおいて、RR の FCAS、TI は未完だが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがある。この両社の協力により、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に勝るとも劣らないエンジンの登場が期待されている。